今回は生まれて初めての星空撮影に来てみました。初めてということで右も左もわからないままですね、いろいろやってみたわけなんですけれども、ぜひね、星撮りをされている方はアドバイス等をいただければ幸いかなと思っております。2回目までの、ね、収録はもうしてしまっているんですけれども、3回目以降で、ね、反映をさせていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本編スタート。はい、どうもこんばんは、たかしでございます。本日もね、ゆるゆるっとじゃないね、結構キツキツっとね、めちゃめちゃ寒い中なんですけど、今日は星を撮りに来てみました。場所はね、千葉県平砂浦海岸近くの駐車場ということでね、まあ、車誰もいないんで、まあ、車を止めてね、そこのところでこんな感じで三脚を用意して撮っていきたいと思います。実は僕ね、星を撮るの初めてなんですよ。なんで、まあ、ちょっとね、うまく撮れるといいなという感じで、まあ今回ね、ゆらりとやっていきたいと思ったんですが、結構寒かったのでガクブルっとやっていきたいと思います。はい、でですね、よいしょ、設定的にはシャッタースピードを30分の1で、絞りを開放にして、ISOをどこまで上げたらいいのかな、ちょっと分かんないんですが、とりあえず4000ぐらいでいきたいと思います。で、24mm で一回撮ってみましょう。どんな写真になるのかな。露出のシミュレーションはね、上げてるんだけど、暗すぎてシミュレートしきれていない感じなのかな。でね、ここ本当に星綺麗なんですよ。もうね、ちょっとカメラじゃ伝わらないんですけど、星がバーってすごい数あるんで、ぜひね、ここにデートに来てみるとね、女の子を口説きやすいんじゃないかなって思います。まあいろんなね、目的を持ってくることのできるぐらい星が綺麗なんで、写真だけじゃなくてね、レジャー的な感じにも使うといいんじゃないかなと思いますね。本当に綺麗、本当に綺麗。まあ、そんな感じなんで、ちょっと頑張って撮っていきたいと思います。でね、このスターウォーク2っていうアプリがあって、これをね、入れていくと、このね、向いてる方向に今何があるかとか全部わかるんですよ。こんな感じで、ほら、視界差が今上にあってとかで、この向いてる角度とかも全部リンクしてくれるんで、すごくね、撮影にはいいんじゃないかと思うんですけど、現在ね、僕撮影をしたところ点がいっぱいしか撮れないんですよ。この多分星空の撮影って、天の川とかを撮って、あ、綺麗だねっていうところなのかな、ちょっとね、分かんなくなってきちゃったね。なんか多分天の川みたいなのが撮れればいいと思うんだけど、さっきね、調べたら天の川ちょっと無理そうな感じなんだよね。だからとりあえず今回はまず第一弾ということで、何かしらね、星が綺麗に撮れれば OK ということにしましょうか。こんなもんかな。ちょっと出来上がりがどんな感じになるかわかんないんで、一回撮ってみましょうね。いいよ、どうかな。ちなみにね、もうすぐそこ海なんですよ。去年結構お魚を釣りに来た場所で、星がね、すごい綺麗だったんですよ。なんでね、今年は来てみたんですけれども、あ、電気消すの忘れてた。もう一回撮ります。一応ね、1回目撮れたのがこんな感じでございますが、つまんないね。なんか黒いキャンパスに点がいっぱいついてるだけみたいな感じだね。どうしたらいいかな。何がこの写真を綺麗っていう風に思わせるんだろうね。やっぱ天の川なのかな。天の川探す。
ちょっとね今撮ってみたら流れ星がねシュッて映ったんでここに上げときたいと思います。ちょっとね場所移動してきました。近くのね駐車場のところに来てみました。星って難しいね。ぜひね星撮られてる皆さん、星撮りの醍醐味なんかあったらぜひねコメントをいただきたいです。今ね撮ってたんですけど、例えばアップで撮るじゃないですか。アップで撮ると黒と白い点しかないんですよ。あれこれが綺麗なのかなっていう風に考えていくとなんか微妙で、で多分天の川とかね映るといいのかなと思うんですけど、今日はなんか天の川難しそうなんですよね。であとね月が出てるんですよね。これもなんかちょっとやっちゃったっぽいポイントなんですけど、まあちょっと初回なんでね、まあこれは一つの教訓としながらね、もうちょっとだけ撮りたいと思います。もうねちょっと星だけで綺麗っていうのは諦めまして、なんかね物とか明かりとか入れながらねうまく撮ってみたいと思います。じゃあもうちょっと撮ります。ちょっとね道のすがらにねバス停を発見したんで、バス停となんか菜の花を入れながらね星を撮ったらいい感じになるんじゃないかなと思って、ちょっとやってみたいかなと思います。どうなるかな。では頑張ります。来たー。ちょっとね今までマジで全然撮れていいの撮れてないから、この辺でなんかね素敵な写真を1枚でもと思ってます。せっかくだから車と星をねちょっと一緒に押さえておきたいですね。かっこよくね。もう車もねほんと大切な思い出の一部ですからね。あ、いいんじゃないかな。これで撮ります。で撮るとこんな感じでいかがでしょうか。よし。そしてねなんかこっからあの木を抜きたくなっちゃったので、ちょっとこっから1枚今マノちゃんがライトを持っててくれてるんですけど、これはね実に使える。これ露出シミュレートだと見えないんで構図作りがすごい難しいんですけど、このライトを当ててもらうとそのものが光るんで構図が作れるんですよね。面白い。よいしょ。はい、最後ねちょっと月が上がってきて、上がってきた方から少し星が出てきたので、そこのところをねちょっと下にある植物と一緒に撮ってみました。こんな感じ。もうどうでしょうね、なんとなく星撮影が分かってきたようなそんな気がしてきました。もうねちょっとこれはでも月がない時にもう一回と、あと季節を変えて夏とかにもやってみたら面白いんじゃないかなって思いましたね。はい、というわけでね本日のゆるフォト以上になります。皆さんはぜひチャンネル登録、グッドボタン、そして星に詳しい方はいろいろコメントいただきたいです。なんかちょっと面白い撮影方法とか、これ撮るといいよとかね全部教えてください。ぜひよろしくお願いいたします。というわけで皆様良いカメラライフを。では。
like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue water, smiling while you're cursing. I admit it's working.